カウゴーさんは5年前ぐらいから知ってて、うん、そうだね、うん、結構いじめられてるんですけど、いじめてません、いじめって返してます。いやいや、そうです、いじめて、まあいじめてはちょっと語弊があるけど、あの倍にして返されてます。カウゴーさんは元プロ野球選手でオリックスと千葉にいました。それで、千葉ロッテでコーチを11年して、今年から野村沙耶の専属ピッチングコーチになりました。素晴らしい。すごい人に教えてもらえた。カウボーさんは、現役の時にはニックネームあったんですか？ゴエ。ゴエ。G-O-E。日本語を習いたい外国人にはどの日本の歌を聴いたらいいですか？歌？予作？You know 予作？北島三郎っていうの？演歌です。演歌。なんで野球選手は若いうちに結婚するんですか？あれやっぱり食事の面とか、うんうん、あとまあ落ち着きたいんじゃない、どっしりこう落ち着いて腰を据えて、うん、野球に集中すると。なるほど。143試合多すぎると思いますか？いや多くないと思う。もうちょっとできるんじゃないかな。どのぐらいですか？170ぐらい。カウボーイさんが現役の時はスクワットとかしてたんですか？してた。最近はもっと筋トレとかやってます、うんうん、この間沢村さんとみんなでご飯行ったけど、うん、沢村さんめちゃくちゃ、うん、やるね。カウボーイさんも現役の時はそのぐらいやってたんですか？いや、あそこまでやんないけど、沢村はちょっとねあのちょっと規格外だから、あの半分ぐらい。川越さんがプロ野球の世界に入った時から、うん、今の NPB と比べたらどんな違いがありますか？どういうふうに変わってますか？お金がすぐ上がる。年俸がでだいぶ上がるね。今だって頑張ったら3年ぐらい頑張ったらすぐ1億円いっちゃうから、10年ぐらい頑張っても1億円昔はいかなかったと思うんだよね、うん、だからまあまあね、あの、うん、どのお金の価値もちょっとは違うかもしれないけど、うん、今でもすぐこう上がるイメージ、うん、ファンから言われた一番面白いことは何ですか？面白いこと、うん、しっかり掘れボゲー阪神ファンですか？いやいやいや、あの阪神だとしっかり掘れアホボゲーコスカスとかそんな感じだ、うん、そういう言葉が入ってくる。まだオリックスだとちょっと上品だから。聞こえてるんですか？いや、聞こえるよ、もちろん。聞こえる。聞こえるけど、なんだろう。ちょっと笑っちゃうよね。そんなこと言うみたいな。言い返したことあります？あ、ない。それはない。うん。そこはちゃんとプレーでしっかり返します。うん、野球の球をどこまで遠く投げる？My Japanese. How far can you throw a baseball? 野球の球をどこまで遠くに投げれると思いますか？うん、今。80メーターぐらいかな。高校の時っていうか昔は、高校の時は多分一番投げれてたけど、まあ、120メーターぐらい。ホームからバックスクリーン投げてたから、で120は投げてたと思うけど、今はもうおっちゃんなんで、肩がちょっと今痛い。80メーターぐらい。でも150超えてるんですよね。そう。昔ね。今は140キロぐらい。140、うん、今度 OK。 NPB で NPB ね、で最も偉大、最もね、もNPB で最偉大な選手は誰ですか？NPB で最も偉大な選手ね、それはやっぱり野村克也。Good answer. Good answer. Good answer. 川越さん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。川越さんのインスタを下に貼るので、インスタね、はい、インスタぜひフォローしてください。フォローしてください。と川越さんに野球を教えてもらいたかったら、鈴木ベースで、今、ピッチングの、スクールをやっております。もし、
興味がある方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。プレイボール、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最高のコーチなので教え方もアメイジングアメイジング、しっかり教えます。バイバイ。 Thank you. Thank you.